お昼にあの舞台挨拶させていただいたんですけど、もう青豚ランドセルガール公開されて7週目っていうことで、え、何？何でもないよ。何してたの？何もしてないよ。何？あ、みんな笑ってたもん。いや、仲良しの感じがすごい。何？嘘、じゃあ後でアーカイブ見よう。これができるんだ、YouTube は。そうですよ、知ってますからね。内緒はできません。アニプレックスチャンネルだね。みんな見てくれよな。応援のほどよろしくお願いします。瀬戸あさみでした。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。では最後、石川さんお願いします、はい、まず僕の挨拶の前に、今拍手しようと手を挙げた瞬間に机に手をぶつけた久保さん、大丈夫でしたか？いやいや、そんなとこは言わんといて。大丈夫。あの、結構大きな音でバーンって言ったから。大丈夫、大丈夫。これもね、ぜひアーカイブで確認しよう。音がちょっと入ってるかもしれない。はい、でも作田の物語っていうところがものすごいトータルの一つの高校生編としての、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いや素敵。で、本当に向井は豚野郎だね。ありがとうございます。いや、嬉しい。感想を言えたのもなかなかなかったんで、こういう風に言わせていただいても、いつもありがとうございます。とんでもない、聞けてよかったっす、はい、アーカイブで見よう。いやいやいや、今聞いてなかった。今聞いておいてくれよ。はい、ということで、はい、本日はここまででございます。それでは皆さん、さようなら。さようなら。さようなら。